スギちゃんの旅、やってきたのは山口県萩市。ここは幕末の英雄吉田松陰を祀る松陰神社。松陰神社、明治維新帯同の地ってことは、明治維新ここで生まれたってことでしょ。そういうことです。まさしくここからスタートしたと。ここから明治維新が始まったと。始まったと。ははあ、ご由緒、由緒書いてありますよ。あ、松下村塾改修の際。杉ちゃん、読み方が違います。松下じゃないですか。松下、松下村塾。そうなんです。それじゃあちょっと松下村塾を見に行きましょう。そこにあるんで。松下村塾が、ええ、言いにくいですね。松下村塾。そうなんです。松陰先生がお待ちなんで。なるほど。吉田松陰先生が松下村塾を。そうそう、早口言葉みたいになっちゃって。難しいです。松下村塾を 見てこられました。松下村塾、はい、松下村塾、松下村塾、はいはい、松下村塾ですよね、はい、見てきまし た, 見ました。すごかったですか。いや、もう何度も来ました。あ、何度も来たくなるような。でも昔と比べたら随分変わった。あの、こんなにいろいろなかった。あの、世界遺産になって新しいの増えましたよね。はあ、昔もっとすごくだった。そうなんですか。あ、世界遺産になったんですか。そうそうそう、一番初めてのは50年近い前だから。そんな前ですか。40何年前。そんなに前ってことはもう、そのよりも年上ってことですよね。あ、大台でございます。80の大台を超え。スギちゃん失礼です。強めだ。まさか70ですか。嘘だ。70でもすごい。そんな言ってないでしょ。いくつですか。56。本当に70。見えないですね。お綺麗な80って言われた瞬間、思いっきりどう作った。もう失礼いたしました。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。何回も来たくなる松下村塾。行きましょうね。すごいですよ。そもそも何ですか。要は寺小屋みたいな感じが松下村塾。そうですね。じゃあ明治維新の、ほら、主席松下村塾。ここですよ、まさに。え、これですか。松下村塾、これですか。ここにポツンと。そうみたいですね。本当に松下村塾で松陰に27歳の時、先生が。そういうことです。幕末、29歳の若さで軽視した吉田松陰が塾頭を務めた私塾松下村塾は、武士や町民など身分の隔てなく塾生を受け入れ、日本の行く末を論じ合っていたといいます。幕末の動乱期に活躍した高杉晋作や久坂玄瑞をはじめ、明治新政府で働いた伊藤博文や山形有朋など、多くの門下生を輩出しました。松下村塾の建物の横に神社の本殿があります。松陰神社は明治40年に創建された吉田松陰を祭神として祀る神社で、学業成就の神様としても知られています。さあ、スギちゃんも早速お参りです。この番組、あとそうっすかね、15年はやりたいと思います。長いですね。鉄道すると私も、60なので、その頃だとまたいい味が出てきてまた伸びると思うんで、とりあえずなるべくその、打ち切りというような話、長い。もういいっすね。ならないようによろしく。